えー、親父の車の車検が来ました。BMW の車検にしておきましょうか。BMW の車検。で、これ早くね、なんか予約したら、あの、うん、安くなりますよ、みたいな感じで。で、しかもなんかこれ、久保さん <laughs>。事前、車検事前予約優待サービス券22000円。これついてたんですけど、この22000円のサービス何だと思います久保さん。22000円のサービスがなんとこの、えー、車内をリフレッシュ。 これ除菌ですね。除菌 <laughs>。除菌2万2千円すんのかみたいなね <laughs>。この2万2千円ですか除菌みたいな <laughs>。まあ、無料だからね。あのー、これ、これ2万2千円無料なんでいいんだけども。まあ、逆に低価で2万2千円で除菌サービスする人いいのかなみたいな <laughs>。まあまあ高いですよね。これ <laughs> フ。ファブリーズ、ファブリーズ、ファブリーズ何個、何個ないみたいなね <laughs>。 BM けいなぁ <laughs>、はい。BM ね。でもね、ちゃんとね、こういう、なんだろうな、まあ、来年の1月後半なんですよ。だけどもしっかりこういう、なんか、あの案内がね、こう、来ましたね。はい。なんか、車買った時に、あの、親父の車は、あの、1年車検ついてたんですよ。で、1年車検ついてるんで、じゃあ1年後ですね、みたいな話なんですけど、あっという間ですね。<laughs> あれもう車検かみたいな。来まあ、もうだって、まあ、そう考えると、だってもう10月終わるんでね、11、12、1だから、まあ確かになっていうね、早いなと思ってね。そう。まあ2月、1月か2月に買ったんですけど、車をね。確かに。1月に買って2月のお車だったかな。3月のお車だったかな。2月、まあ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 、そんな感じですけど。早いですね。うん。まあ、あのー、 ま早いんで、あの情報も早いし、あのー、もうやればいいんじゃないですかね <laughs>。もう金稼がないとね、そう、金稼がないと、ダメっすよ。あのー、車はお金かかるし。そう、アメックスに関しては、あのー、ま、いろいろ検討した結果、ネタでももったいないなっていう <laughs>、お金を使うのにお金を使うっていうね。 バカかっていうまあでもね、あの、これ、久保さん、アメあ、あの、アメックスの僕は、あの、プラチナで、あのー、動画撮ってて、おお多分、おじさんの方だと思うんですけど、なんか、アメックスプラチナを十何年使った感想みたいな、解約しますみたいな。で、も意味ね、みたいなね。だから結局、見えなんですよね。なんか、まあ、言ってましたけど、 まあ確かにそのいろんなサービスとか保険とかいっぱいついてるんだけどもじゃあそれを14万円分マックス毎年使うのかっていうとマックスはやっぱ使えないんですよ14万円以上のまあ確かにいろんな保険だったりいろんなサービスあるんだけど毎年毎年マックス以上それ以上使えるかっていうとまあ見えですね完全に <laughs> 見えの塊なんじゃないかなと思いますねうん まあでも、見栄を張るっていうのも別にね、男は見栄張りたい部分ありますからね。まあいいとは思うんですけども、うん見栄を張る、見栄を張るより芯を持てと言ってらっしゃる。